ロックアイランドロックアイランドはパラオ共和国のコロール島とペリリュー島の間にある200から300の島々の総称。古代の珊瑚礁が隆起してできた石灰岩の島で多くは無人島である。日本統治時代にはパラオ松島と呼ばれた。傘のような形をした島々に青いラグーンが広がり有名なダイビングスポットが点在している。主なダイビングスポットはブルーコーナー。 ブルーホール、ジャーマンチャンネルなどが挙げられる。ロックアイランドには多くの海水湖があり、ジェリーフィッシュレークでは毒性の低いクラゲが無数に生息しており、クラゲと泳げるダイビングスポットとして世界的にも有名である。ロックアイランド周辺の海底には、第二次世界大戦中の1944年3月30日に敵機の攻撃を受け、沈んだ大日本帝国海軍の給油艦、 色、沙田や特設給油船、天津丸、陸軍徴用船、ただ広丸などが眠っている。2012年7月、ロックアイランドと周辺のラグーンは、ロックアイランド軍と南ラグーンとして、世界遺産リストに登録された。ガルメアウス島の近くには、アントニオ猪木が所有する、島、猪木アイランドがある。ブルーコーナー、ブルーホールなどのダイビングスポットは、 この付近の島の当主である、岸川各による開発であることが紹介された。世界の秘境、辺境で、頑張る、日本人。テレビ東京、2012年4月1日。ありがとうございます。